こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、来年に向けてまた再びですね、久しぶりにポイントサイトモッピーにこだわってやっていこうと思うんですよ。2022年はまた原点にね、また戻りまして、こうやったら毎月3万円が稼げますよっていうところから、毎月30万稼ぎたい方はこんなコースですよとかね、毎月100万を狙うならこういう風な能力を育てていきましょう、まあ、様々なこのプラスアルファの収入に向けてのフェーズを設けて速稼塾運営していこうと思います。まあ、そのね、一部として今日はポイントサイトモッピーを使って毎月3万を設けるための何々ということでね、やっていこうかと思います。よろしくお願いします。それではね、まずポイントサイトのモッピーの方を開いていきますので、画面を切り替えてこちらの方をどうぞ。はい、モッピーにログインすると、私も1年ぶりなんでね、速稼塾さん352ポイントというね、非常に可愛らしいポイントが残ってますけども、昨年は11月、12月の2ヶ月で30万円ほど、私現金を、キャッシュインしたんですよね。そのうちの一つに大きいのがありまして、ここでもありますけども、au 光で11万6千で書いてるでしょ？これ実はね、昨年は11万円でいただけてたんですよ。で、ビッグローブっていうところと、au 光っていうところを組み合わせて11万っていうことだったんですけども、私はこの11万をね、きっちりいただきました。ただし、ちょっとめんどくさかったです。すぐにもらえるんじゃなくて、1年かけて手続きをしてってことになりますので、今回も、この BB×au 光ね、11万6000って書いてますけども、思ったよりもすんなりとはもらえませんからね。肝心なところはまた別の動画がありますので、近々お目にかけますけども、1年がかりで11万6千円稼ぐつもりで取り組んでください。はい。で、その他にもね、こう下の方に行くとお手軽なのは、ビットフライヤーの購入、通貨購入ってあるでしょ？これはね、確かね、ビットフライヤーっていう暗号通貨の取引所に口座を作って、そこで5万円分のビットコインやイーサリアムほか、なんか暗号通貨を買うと1万2千円がバックされますよってことなんですよ。これもなかなかいいんじゃないですか。いきなりね、5万円買って1万2000円分損するってことはないですから、1万2000円分のポイントをもらって、それでね、まあ、撤退でも構いませんしね。その他そうですね、美味しいものといえば、これもなかなかいいんじゃないですか。ビューゴールドプライスカード。こちらの方でクレジットカードを作ると、なんと2万円もらえますよ。ただし、これ年会費がかかると思います。年会費がおそらく1万円ぐらいかかるんではなかろうかと思うんですよ。ちょっとこうポイントゲットをクリックしてみましょうか。そうすると公式サイトに飛びますよね。ご入会してご利用して抽選で3万ポイントプレゼントってことなんで、これはね、先ほどの2万ポイントの他にです。だから最大で5万を狙えるんですけども、ただ5万を狙おうと思うと、このカードで買い物をしなくてはいけませんので、無駄遣いにつながることがありますんでね、こちらの3万はまあ考えなくていいと思います。先ほどのモッピーポイント2万ポイントをもらえれば OK ということですね。多分ね、年会費かかるんですよ、これ。ちょっと書いてないですけども。実際にお申し込みはこちらに行くとわかると思うんですよね。年会費がいくらかなっていうの。ここぐーっと見て、一つずつ見て選んでくださいね。おそらく年会費が1万円ぐらいかかるんではなかろうかと思いますけども、ちょっと見つからなかったですね。はい。年会費がゼロだったらね、ほんと2万円丸々得なんで、超おすすめなんですけどもね。どうなるかはご自身でご判断ください。で、あともう一個。発行後90日前後で2万が入るということです。でもこれ普段500ポイントなんで今はすごく得ですよね。だから通常500ってことは、年会費がかからないような気もします。はい。その他、クレジットカードキャッシング、クレジットカードで言ってみましょうか。結構クレジットカードで、ダイナーズクラブカード 17,500 ポイントでしょ？その他にもこうやって数千円から数万円もらえるのがあるんですけども、年会費がかかるものとかからないものとかありますんで、例えばどっかのね、クレジットカードで5000ポイントもらいました、5000円分もらいましたって言っても、年会費が1万円ですって言ったら、あっという間にマイナスになっちゃいますんでね、その辺は、利用の条件とかをよく見て検討してください。で、インターネット回線。格安SIMカードってありますよね。私も使ってますけども。格安SIMカードでいろいろ使うと、それぞれキャッシュバックがあるってことなんで、SIMカードって普段皆さん、携帯電話ね、スマートフォンを、ソフトバンクとか au とか、何ですかね、どこまで契約してると思いますけども、結構高いでしょ。
それを格安スマホに移ることによって、結構ね、毎月ね、528円とか、毎月550円とか、安くすることができるんですよ。で、安くして、あ、違ったなと思ったら、またね、別のところに切り替えるみたいな感じで、自分に合ったプランと、自分に合った料金体系を選ぶ時代ですからね。めんどくさがってこれやらないと、本当にね、高くなっちゃいますから、この格安チームも非常に今やりやすいですから、私も昨日やってきたんですよ、格安チーム。格安チーム、本当簡単ですよ。やった方がいいですよ。また、格安チームのやり方、必要でしたらね、ご案内しますんで、よろしくお願いします。その他ね、無料のものとかやってみましょうか。無料の登録。これはね、無料で登録すると、こういう風にポイント。1ポイント1円ですから、それぞれお金がもらえますよってやつですね。だからこれちょっとやっただけで、毎月3万円ぐらいになりそうでしょ。うん。だからこういうのをコツコツ繰り返すことで、副業の、まずね、柱を作っていくってことになるわけなんですよ。で、副業の、例えば毎月3万円でなくてもね、毎月1万円の副業のパターンができたら、今度は毎月1万円の副業のやり方を教えますみたいな感じで、指導する立場に変わってですね、それを有料でやるのか、無料でやるのか、もう、あなた次第ということでございます。信頼構築できるまでは無料でやっていってね、半年間無料でサポートしますよとか言って、その後は、もしこれ以上サポート希望するようでしたら、毎月、すいませんけども、5000円いただきますみたいなコースを作って、自分の副業の幅を広げてもいいんじゃないかなと思いますね。ちなみにですね、毎月1万円を儲けるための講座を月1000円でやったとしても、お客さんは9000円得するわけでしょ。で、サポートしてあげれば信頼構築もできますしね。で、プラス、1000円しかもらえないけども、10人に対してこれをやったら、1万円の安定収入と、10人の生徒さん、いわゆる信頼関係のあるコミュニティができるわけなんですよ。オンラインサロンっていうのはこういうふうにやっていけばいいんじゃないかなと思います。これがですね、毎月30万とか毎月100万を作っていく基礎になりますからね。ということで今日は以上でございます。ありがとうございました。